島根県選挙区はかつて存在した日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。参議院一陸の一つ。公職選挙法改正によって2016年の第24回参議院議員通常選挙から鳥取県選挙区と合区されて合同選挙区となった。島根県全域に当日有権者数58万7809人。 投票率60.89%当日有権者数59万3860人投票率71.70%当日有権者数60万3489人投票率71.81%当日有権者数60万7970人投票率 68.87%当日、有権者数、60万9467人。投票率 68.、68.61%当日、有権者数、60万1504人。投票率 73.、73.27%当日、有権者数、59万9270人。投票率 67.、67.09%当日、有権者数。 59万2034人投票率73.79%当日有権者数58万9723人投票率82.32%当日有権者数58万3871人投票率86.89%当日有権者数57万8901人 投票率75.37%当日、有権者数569,608人、投票率87.59%当日、有権者数558,093人、投票率85.16%当日、有権者数547。487人投票率。 86.92%当日、有権者数、54万440人投票率 78.、78.14%当日、有権者数、52万9254人、投票率 84.、84.78%当日、有権者数、52万1960人、投票率 83.、83.49%当日、有権者数、 53が2185人、投票率 85.、85.77%当日、有権者数、53万8767人、投票率 70.、70.79%第4回参議院、議員補欠選挙7月6日、執行当日有権者数、53万5296人、投票率、 72.50%当日、有権者数、527,099人投票率 78.、78.82%、第3回参議院議員補欠選挙11月11日執行、当日有権者数、528,319人、投票率 63.、63.15%当日、有権者数、514,16人投票率、 83.71%当日、有権者数494,436人、投票率91.87%当日、有権者数496,308人、投票率73.01%。ありがとうございます。